いい男の条件は、女心を知ることよ。頭が。私の体。なんだ。あらやだ。女心がわかるおまじないをしたつもりだったんだけど。ま、これもあるよね。少しは女を勉強しておきなさい。じゃあねー。ま、何ですかこれ。体が入れ替わったらしい。なんで？戻してよ。俺に言うな。さっきのやつがやったんだ。あのお姉さん、何者なの？ちょっと、ハルヒ！あなた、お電話で話した霊媒師の方？待ってたんですよ、もう。ああ、どうす。言っとくが、俺はお前を信用してない。おとなしくしてろ。校長ずっと待ってるんですから。行きますよ。私の体。誰あの人。おとなしくしてろって。どうやって。ここが問題の女子トイレなんですが、生徒たちが何かいるってうるさくて。先日は慌てた生徒が転んで怪我してしまいましてね、大変だったんです。もし何かいるならどうにかしてもらえません？あの、秋元さん？どうにかって、どうするの？いるいる！霊媒師って本当かな？怪しいよね、イケメンだけど。くそ、こんなはずじゃ。早くあいつに戻してもらわないと。で？ある日、あのイケメンとどういう関係？どこで知り合ったの？私たち何も聞いてないよ！まさか、好きなの？年上が好みだったの？だからサキ君を振ったの？そういうこと？なんで黙ってるの、ハルヒ？ねえねえ！ちょっと、固まってないか。校長先生、もうやめましょう。あ、竹内先生！こういう人たちは、善良な市民を騙して、お金を巻き上げるのが仕事なんです。この甘い顔に女性たちはみんな騙されちゃうんですよ。そうなのかしら。拍手。お引き取りを。君、緑川を知ってるらしいな。二度とうちの生徒に近づかないでくれよ。ま、私の体。ああ、なんでこんなことに。これからどうすれば。おい、すべての元凶。ほら、私のオカルトオタクの兄に連絡したいんだろ。オカルトオタク、間違ってないけど。はい、ハルヒ。チハルに助けて。うわ、どちら様？絶叫学級転生第16巻、11月25日木曜日発売パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画も見てね。